こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。もうだいぶ前なんですけれども、スタッフがマザーリーフをもらってきたっていう話を動画でお伝えしたと思うんですけれども、その後どういう風にマザーリーフが成長したのかを皆さんとシェアしたいと思います。もう本当に毎日毎日水を新しいものに変えて、日当たりのいい窓辺に置いてただけなんですけれども、順調に成長いたしまして、今こんな感じです。すごくないですか？なんか葉っぱからこっちとこっちから芽が出てます。すごいでしょ？なんか不思議ですよね。なんか葉っぱからこんなで、裏側はちょっとわかるかしら、根っこが出てるんですね。ここまで来るのにどんな感じだったのかをちょっと写真を撮っているのでご覧ください。どうぞ。はい、もうこの前紹介してからすぐにもうちっちゃな芽が出始めて、あれよあれよという前にどん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 成長してきました。裏はこんな感じです。先ほどもお見せしましたけれども、なんか先っぽの方はどん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 枯れてきちゃって、最終的には欠落してしまうんですけれども、このように葉っぱが浮いてきたり裏返るのを防ぐためにビー玉を乗せてみたんですけれども、結局可愛かったのでそのままずっと乗せ続けています。そしてこれが今の姿です。ちょっと竜が映っていますけれども、なんか葉っぱは半分なくなっちゃったけれども、こんな感じでどん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 大きくなってます。なんかなかなか成功しないとも聞いてたので、まあ、こんな風になってよかったなと思ってるんですけれども、この後どうなるのかしら。このまま順調に大きくなるのかしら。そしてまた大きくなったらこの葉っぱを同じようにつけてたらまた出るの？知らない、知らないそうです。なんか順調に成長して大きくなって、知ってる人にこの葉っぱをまたこうリレーしていくのがちょっと目標になってるんですけれども、はい、というわけで今日はマザーリーフのその後をお伝えしました。いかがだったでしょうか？初めましての皆さんも、いつもご覧いただいている皆さんも、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ココアートチャンネル。